兄ちゃん、そっちの世界はどうですか？私は元気にやってるよ。お兄ちゃん、私ね、今日やっと少しだけ分かったんだ。あの時黒崎くんが言ってた言葉の本当の意味。織姫、なぜ死んだ俺がこんな姿でお前の目の前に現れたかわかるか。寂しかったのだ。俺のために毎日祈ってくれていたお前が、日々の生活の中でだんだんと俺のことを忘れてゆく。俺のいない世界で生き続けてゆく。そのことがたまらなく寂しかったのだ。こんな思いをするくらいなら、いっそ、だから俺の邪魔をするな、黒崎一護。悪いが、そういうわけにはいかねえな。兄貴がフォローになって妹を襲いに来るなんて、そんなきつい話あるか。愛しているからだ、愛しているから。織姫、殺してやる、殺してやる。ふざけんな。兄貴が妹に向かって殺してやるなんて、死んでも言うんじゃねえよ。織姫を育ててきたのは俺だ、守ってきたのは俺だ、俺のものだ。誰のもんでもねえ。井上は井上だ。俺は織姫のために生きた。だが織姫は俺のために生きてはくれない。ならばせめて俺のために死ぬべきだ。織姫、お兄ちゃん、ごめんね。お兄ちゃん、寂しくさせてごめんなさい。大好きだよ。井上のヘアピン、お兄ちゃんが最初にくれたプレゼントだから毎日つけてるんだって井上言ってたぜ。同じなんだよ、死んだやつも。死んだやつも残されたやつも。残されたやつもどっちも同じだけ寂しいんだ。どっちも同じだけ寂しいんだ。自分一人だけ寂しがってるなんて、そんな勝手なこと思ってんじゃねえよ。同じだけ寂しい、あの言葉がなんだか心に響いたわけが。黒崎くんのお母さんもね、死んじゃってたんだ、黒崎くんが9歳の時。いちごってのは何か一つのものを守り通せるようにって意味だと親父に聞かされた時、俺はおふくろを守りたい、そう思ったのを覚えてる。いつも俺を守ってくれるおふくろ、大好きなおふくろ、俺が守るんだって。でもあの日おふくろは俺を助けようとしてフォローに殺されちまった。私が理由もなく感じてた安心感、優しさに似たもの、一方的なシンパシー、その訳が分かった気がするんだ。俺は強くなりたい、もっともっともっと。出なきゃお袋に合わせる顔がねえんだ。私も強くなりたい。どれくらい強くなったら大事な人を守れるかな。ああ、
こんな毎日毎日ホローと戦ってたらこっちの身が持たねえよ。文句を言うな。私の死神の力はほとんど貴様に奪われてしまったのだ。今の私ではソウルソサイティへ戻ることもホローと戦うこともできぬ。私の力が戻るまで貴様が死神なのだぞ。もっと自覚しろ。死神代行ね。どうも事の重さを理解しておらぬようだな。よーし、わかった。理解力の乏しい貴様のためにもう一度根本から教え直してやろう。また、ね、下手な絵描くのかよ。うるさい、おとなしくあれを見ろ。いいか、この世には2種類のコンパクがある。一つはプラスと呼ばれる通常の霊。貴様が普段目にしている幽霊というやつは全てやつだと判断していい。そしてもう一つがホローと呼ばれ、区別なく襲って魂を食らう、いわゆる悪霊だ。ここまでで何か質問はあるか。特にねえけど、何なんだこいつら。うるさい。とにかく我々死神の仕事は二つ。一つはプラスと呼ばれるいい霊を混沌でソウルソサイティへ導くこと。行ってきます。そしてもう一つは魂を食らう悪霊ホローを消化滅却することである。行ってきます。私の今回の任務はこれにあたる。我々死神は秩序としきたりを重んじ、いかなる立場。分かった分かったよ。いいや、まあ本当にヤバくなったら逃げ出すかもしんねえけど、しゃあねえからしばらくは手伝ってやっか。本当に貴様は口の利き方ってものを知らないな。うるせえ。面倒くせえと思った、ずかずかと現れて生意気で関わりたくねえ鬱陶しいやつ。変なやつだと思った、ずけずけとした態度減らず口、関わりたくない鬱陶しいやつ。だけどあいつの持つ不思議な力に大切な家族の命を救われた。だけど貴様の持つ不思議な強さに私の心はざわめき音を立てた。俺にくれた力のせいであいつは罪を背負うという、その借りを返す借りを返す、それだけ。揺れぬ瞳あの人に似て懐かしさが込み上げてくる、その懐かしさに戸惑っている、それだけ。俺に触れた力のせいではあいつは罪Yeah.